はい、じゃあ話の補足動画になります。タカさん本当にねあの対話をできる相手がいるっていうのはありがたいことですよね私はかつてね、あのー、島根県警に商売上のミスで、えー、逮捕されたことがあって1ヶ月弱牢屋に入っていたんですよその時には対話する相手がいませんでしたのでやっぱこう自分の内側をよくよく見直すことになりましたでもやっぱりね人がいないって結構ねストレスなんですよね だから取り調べが始まるときって、ちょっとワクワクして、取り調べをする刑事さんにも、なんかその愛着とかね、敬意とかね、んなんか仲間意識を感じるんですよ。それは刑事さんからしても一緒だと思います。だんだんざっくばらになってきて、あの、本音の形でね、記録に残されるような形で喋ることになったりとかして、割と途中から楽しくなったんですけどもね。あとは、あの、面会ですよね。私の場合は両親が毎日来てくれたんですよ。遠いところを3時間ぐらいかけてね。往復で6時間です。 でですんで私に会うためにそれこそ15分30分会うために毎日毎日来てくれたことになるんですよねでその時間も非常に楽しみで本当にね金魚鉢の中に入ってるまあ容疑者とそれからその親ってことなんですけどもそこには本当に家族の時間が流れてたと思いますよねだから対話をするってだん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 自分のことが見えてくる非常に大事な時間だと思うんですよ人との対話のようであって自分のことをずっと顧みてるっていうんですかね だからそういう意味でも他者の存在ってすごく必要だと思うんですよ。自分の何が足りなくってどうすればよかったのかとかねそしてこれからどうなっていく可能性があるのか自分の見方は誰なのかっていうことがよくよく分かりました。でちょっと余談なんですけどもそのね取り調べの中でここまでね毎日のように遠くから会いに来てくれるような家族がいる人がまあ容疑をかけられてその容疑の通りになるとは思えないとだから検事さんに行ってもう一回調べてくるねってことで 刑事ささんも考えてくださって実際に私の無罪っていうのがねもう隅から隅まで証明されたわけなんですよだからね危機に陥った時に味方がいるっていうのは客観的にもね、あのー、信頼とか証拠能力っていうのを出すわけなんですよだからただ単に応援してくれてありがとうじゃなくって客観的に待てよと思わせる効果があるんですよねこの人は悪い評判立ったけど本当はそうなんじゃないんじゃないかと 他の人他の容疑者を比べても、他の容疑者はほっとかれてるよと。そして、国選弁護人を選んでると。でも、私の場合は、私選弁護人って言って、自分の費用をかけてね、弁護士の優秀な人をピックアップしてきて、自分の無罪を証明するために、もう、いろんな交渉を重ねてるわけなんですよ。ですので、弁護士さんも毎日来てくれましたね。でも、国選弁護人ってのはほとんど来ないです。もう、一回も来ないらしいですね。だからもう、 国選弁護人っっってててのは仕方ななくやってるって感じなんですよねそれこそ大きな事件でこの問題に関わると自分の名前が上がるみたいな時にはあの国宣弁護人というのもね張り切るそうですけどもまあ軽犯罪とかね地方犯罪でそういうことはありませんからあの大体が面倒くさい仕事って感じで国宣弁護人は一応名義上引き受けるけれどもちゃんと動くことはないそうなんですよでも自川弁護人になるとそうは違いますままずは前払いで依頼料がきますよね その後、成功報酬ともありますので、大きな事務所の売り上げになるわけですよ。でしかも、えーまあ、依頼者の、ね、利益のために働いて、それが実現した時のそのインパクトも大きいわけですよね。特に私は容疑をかけられていたんで、それがね、容疑が晴れたってことになると、弁護士さんの、ここになるわけですよ。片方では警察の、まあ、メンツを、ね、潰すことにもなりますけども、そのぐらい、一旦容疑者になると、そのまんま、あ 起訴されてて有罪っっいううレールに乗っちゃうわけなんですよねだから弁護士の腕の見せ所っていうのはほとんどが有罪になるこの逮捕案件に対して無罪を貸し取るってことがどれだけ、あのー、自分の力になるかなんですよね。で今回今回っていうかねもう10年も前ですけど10年以上前ですけども私の無罪を貸し取ったわけなんでその事務所もこれからどんどん大きくなるなっていうそんな期待を持たせるのはね出来事だったらしいです。当時30歳ぐらいの弁護士さん そして弁護士事務所だったんですけども大いなる名声を上げてまあ今ではね私の事件だけではないんですけどもそれを事件をきっかけにしてあの無罪をどんどん貸し取っているその依頼人の利益に、えー、本当に寄り添うような、ね、弁護士さんになったと聞いてますよねはいちょっと余談が過ぎましたけどもやっぱりこう会話のキャッチボールがあるってあらゆる環境で助かるよねってことなんですよ、えー、そして他にも書いてますよね いいこと聞いたい,いいことあったと思っても話す相手がいないと印象が薄れちゃうんですけども話すことによって少なくとも聞く人が一人いて広まっていくってことなんですよねだからいいことってだんだん広めた方がいいなと思うんですよで私がねインターネットの,そのビジネスを始めた時にもあの言われたことがあるんですよいくつかアドバイスを受けたんですけどもいいな嬉しいなと思うことは早く人に伝えることそれがインターネットビジネスで成功することなんだよってことを聞きました そしてもう一つは難しいと思っていることからやりなさいってことなんですよ。というのがやっっってててみたら難しくなないってことが分かるってことなんですよね。自分のできそうなことをやるんじゃなくてこれはできそうにないなってことを取り組んでいくとどんな効果が得れるかっていうとうまくいかなかった時もやっぱりできなかったなってことでダメージを受けないんですよ。 でも案外うまくいくんですよ。うまくいくから、あ、自分にはこんな未知の能力があったのかってことによって、想定しない未来に自分があっという間に行くことができるってことなんですよね。その繰り返しが、情報ビジネスの素晴らしいところだっていうふうに聞きました、えー。そしてですね、タカさんにも新しいコーナーがいろいろできたっていうところで、ライブ放送のお話もされてましたんで、ライブ放送の話もちょっとね、お話しさせてもらおうと思います、えー。以前ね、私は21時からライブ放送していたんですよ。当時はユーストリーム放送でした。 でそれから Facebook ライブに変わり今のような YouTube ライブに変わったんですけども YouTube ライブにした時にこの5時から5時半の枠にしたっていうのはあの朝皆さんが出勤する前とかねうんそれから私が そっかじのコンテンツの中にライブ放送でお話したことをアーカイブに残してそれを毎日配信しますよってことをやってみたかったからなんですよね。で、その中で朝5時から5時半の、あ、違う、5時半から6時の放送をする中で、実はね、6時から6時半まで放送する人の枠も私募集したんですよ。というのが、私の放送を見た後に、すぐにその人の,あの視聴時間になってくると、私の視聴者さんがごっそり移動する可能性があるでしょ。で、私も放送が終わった後にそこ見に行ったりとかもできるんで、まあ、つまりはね、 あの人が集まってる放送の前後に自分の放送を巡り込ませることによって自分の視聴者さんをそこから引き込むことができますよってことなんですよ。でこれタカさんがやってもいいいんじゃないかなと思うんですよね。ね例えば6時から6時半ぐらいの放送をすることを決めてね私のライブ放送に来てその宣伝をするわけですよそうするとタカさんのことを認識した視聴者さんが私の放送が終わった後にタカさんの放送にこうね継続して乗り込むみたいな。 オールナイトと日本の第一部、第二部みたいな形ですかね。そういったのもありなんじゃないかなと思います。まあ、無理せずにやってください。それから、放送時間は別にね、10分、20分の決められたもんでもないんで、5分間だけやるっていうのでもいいかと思いますね。はい。でも、さまざま本当にね、挑戦が始まりましたよね。素晴らしいことだと思います。で、新しくライブ放送の時間、夜22時から10分限定ライブ、これも素晴らしいんじゃないかなと思いますんで、とりあえずライブ放送できる時間帯っていうのもね、持つといいんじゃないかなと思いますよね。はい。じゃあ、補足動画は以上でございます。